私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私を札付きと言うから楽でなし楽でなし、なんてひどい青い言い方、実だけど晴れ着を着たのよ。熱い思いでお天気が回復しました。ほんまどないになることかと思いましたよね。小1時間ちょうどこの雨で、休憩をいただきまして、もしかしたら誰もお客さん一人も戻ってきやらへんのちゃいますかと思いましたんですけれども、こんなにたくさんお集まりいただきました。この第1回のジャズフェスティバル、唯一屋外の、演奏会場なんでね、ドキドキはしておりましたけど、まあでもこのように、お天気が回復をして演奏させてちょっと踊ってるね、ミポリンね、ありがとうね。ダンスお願いしますよ。他の方も皆さんご一緒にダンスを、ありがとうありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。お花なんかをいただいてしまう嬉しく思います。ちょっとどっかへ置かしといていただいたりしている、ピアノのとこ置かしといていただいですかね。ありがとうございます。はい、今テーマソングの、ナミネのテーマソングのろくでなしを歌わせていただきました。ろくでなしの国が朝からなんかミサイル撃ってなんかしおりたりしおりまして、なんか不穏な毎日ですけど、音楽は本当に平和のもとで、全ての人が音楽で心を一つにして楽しく過ごせたらいいなという、ありがとうございます、思っています。ということでメンバーのご紹介をさせていただきたいと思います。ナミネ&ユーカルテットっていうことなんですけれど、どちらから、誰か私から紹介してとかになりますか。いいですか、じゃあこっちから。はい、ユーカルテットの特徴はね、特徴は非常にイケメンのドラマーとピアニストがいると。名前上がらなかった人ごめんなさい一応お約束ということで、素晴らしいドラマーです、久家隆史。もう久家さんのようなということでね、もうどこかっていうと新地でモテモテやそうなんですけどね、はい、内緒なんですか。新地内緒なんですか、モテモテが内緒なんですか。そうですか。そしてウッドベース、もう先ほどね雨でドキドキしてました。このウッドベースは水に濡れるともう大変なんで、ということで、鳩成合です。ポッポさんって呼んであげてくださいね。せーの、ポッポさんですよ。せーの、
はい、ありがとうございます。そしてあのピアノはですね、西田ひとし君なんですけれども、あのこの間終わりました朝ドラのべっぴんさんでジャズのシーンで彼がピアノを弾いておられたというね、もう今やすっかりテレビスターになられた西田ひとし。そしてユーカルテットのギタリストでリーダーの樫本優というメンバーでやらせていただきたいと思います。でナミネの特徴は横文字が全然ダメなんで、あの日本語でスタンダードを歌わせていただくっていうのが特徴なんですけれど、お天気にしてくださったたくさんのお客様と、それからお花に見守られながら Fly me to the moon。この次の曲はですね、とっても懐かしいあのテネシーワルツなんですが、やはり日本語であのエリチエミさんがね歌われたテネシーワルツを実際にご存知、リアルにご存知のような年代の方も多々おられるような感じで、実は私もそうなんですね。あの大きな声では言いたくないんで小さい声で言いますが、孫が高校2年生になりまして、ということで、まあ、こういう年代のものはあのみんなエリチエミさんのテネシーワルツご存知かと思います。ということで、思い出懐かしのテネシーワルツをお聴きください。思い出懐かしの
かしいあのテネシーは今宵も流お日様がねキラキラ照ってきて風もちょっとなんか穏やかになってきた感じでまさに屋外のライブ日和かなというふうに思います。本当に皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。